ラオ州は最近おとなしい。特に目立った動きはないみたい。ラオ州も大金星を挙げたわけだし、あまり焦る必要がないのかもね。ビスコンティは被害が甚大。そろそろだと思う。相当叩いたからね。正直ビスコンティよりもラオ州を優先したかったんだけど、売られた喧嘩を買わないわけにもいかないしね。ビスコンティはニコラにボスを殺された。報復に出るのは当然。まあそれもここまでだ。近いうちに最後の仕上げにかかろうかな。ファルツォーネのニコラの評判はあまり良くない。ファルツォーネを裏切ったこと、作戦だったって信じてない人も多い。ニコラはまんまとカポの座を手にしたって。言いたい奴には言わせておけばいいさ。他には何かある？今は街中に死体が溢れてる。いちいち確認するのも手間だけど、俺が調べた範囲では、ダンテ・ファルツォーネの死後、構成員殺しの新しい被害者は出てない、と思う。それはいいことだね。考古の憂いがないに越したことはない。それから、ブルローネ死刑に一人、行方不明の人間がいる。ロベルト・デ・フェオ。へえ。ロベルトはラオ州とつながりがあったみたい。露見を恐れて逃げたのか、それともラオ州に消されたのか、もしくは他の誰かに。さあどうだろう。彼は随分と失礼な人間だったし、マフィアからは煙たがられていたから無理もないよ。今頃アドリア海の魚の餌にでもなっているかもね。ま、一階の刑事の末路に興味はないけど。なら、いい。どうしたの、オルロック？ニコラ、この部屋。ああ、ここは代々のカポが使っている執務室だよ。今は僕のもの。ニコラは変わった。それが少しかたくさんか、俺にはわからないけど。
情報屋だから。必要とされるなら情報を売る。それだけ。それ以上のことは何もしない。許されてないから。やれやれ、このサロンに来るのも久しぶりな気がするな。おお、ジョーちゃん、掃除してたのか。そいつは嬉しい心遣いだな。うん、屋敷が綺麗だとやっぱり気分がいい。最近寝る暇もなく動き回っていてな。さすがに応えるってもんだ。次の休みにはジョーちゃんが焼いた菓子でも食いながらのんびりしたいよ。俺はジョーちゃんの観音炉が恋しいよ。ドミニクさんにも食べさせてやりたかったな。よかったらまた今度観音炉作ってくれないか。実のところ俺もジョーちゃんが作ってくれるドルチェのファンだったんだ。楽しみだ。ねえ、君、こんなところで油を売っている暇はあるのかな。僕たちファルツォーネの人間にとってすべきことはまだ山積みのはずだけど。ああ、すみません、カポ。すぐ仕事に戻ります。遊びじゃないなら何なのかな、そのおしゃべりの内容は。
君が言ったんだよ、僕のそばにいるって。何も分かっていないんだね、君は。君は僕のことが好きなんだよね。だからそばにいてくれるんだよね。どうして黙るの？ああ、もしかしてもう嫌いになったとか。いいよ、見損なったならそれで。君が僕を嫌っていても結果は同じだ。君は約束した、僕のそばにいるって。だからその責任を取ってもらう。誓いには重みがあるんだって知っているよね、リリアーナ。僕にはもう君しか。諦めたの。賢いね。君がちゃんといい子にしてくれたら、僕も優しくしてあげられる。
報告ありがとう。レオが持ってきた情報を踏まえて考えると、ラオ州に仕掛けるのは2日後、いや3日後がいいかな。はい、中2日あれば万全の状態に整えられると思います。俺も賛成だ。今回は大物狙いだからな、慎重に準備する必要がある。いいよ、それより君も座って。いい知らせがあるんだ。きっと喜ぶと思うよ。僕たちの敵はもうほとんどいなくなったんだから。ラオ州はまだ少し残っているけど、ウィスコンティはもう終わり。ウィスコンティはもともとボスに大きく依存していた組織だ。ギルバートさえ死ねばあとは烏合の衆。崩れ落ちるのは早かったね。俺も何度かやり合いましたけど、全然怖い相手じゃなかったです。統率も取れてないし。ウィスコンティが亡くなった以上、しばらくは荒れると思うよ。ファルツォーネへの反感もあるだろうしね。けど、それも一時のことだ。ブルローネは、昔のようにファルツォーネが滑る街になる。はい。これからは平和になるだけです。ニコラさんを狙っていた奴らは、みんな死にましたし。敵組織の中でも忠誠心の薄い連中はさっさとこの町を捨てたようだしな。ボナセーラ、リリー。君の部屋に入れてくれる？
ああ、ただいま。今ちょうど君に会いに行こうって思っていたところだったんだよ。こちらにはほとんど被害は出なかった。怪我人が数人ってところかな。けど、ヤンには逃げられた。君にも見せてあげたかったな。今日はネズミの巣を丸ごときれいに燃やしてあげたんだ。港も街道もすべて封鎖した。ブルローネを出る街道は一つ、周りは深い森だ。狼も出る。どうせ近いうちにあぶり出されるよ。それまでせいぜい逃げ回ればいい。リリー、どうしたの？そんな僕は嫌い？違うんだ。僕だって殺したくて殺したわけじゃない。ラオシュがダンテを殺したからだよ。僕たちはカポを失った。そうしなきゃダンテだってきっと報われない。ラオシュが悪いんだよ。証拠なんて残すから。僕だって証拠もなしにこんなことはしない。リリー、君は僕のそばにいる。これからも離れないでいてくれる？
ああ、目が覚めた。ごめんね。ちょっと電話が来て外していたんだ。いいんだよ。君はそんなことしなくて。むしろ今までがおかしかったんだ。君はメイドとして雇われているわけじゃないんだからね。じゃあ、ジュリアの手伝いじゃなくて僕の手伝いをしてよ。そう、この屋敷の主は僕なんだから、君には僕の言うことを聞く義務がある。そうだよね。キッチンには行かないで、ここにいて、お願い。ヤンが死んだよ。これでラオッシュも終わり。僕の手で直接殺せなかったのは残念だけど、死体は屋敷まで運ぶように指示した。これでようやく終わる。この街は平和になる。つまらない幕引きだ。終止符はあっけなく撃たれてしまった。ブルローネの一時代がこうも簡単に終わってしまうとは。事実は小説よりもきなり？いいや、筋書き通りに運んだ現実など、三流作家の物語より退屈だ。残念なことにね。ああ、無念だ。
そうだよ。ただいま、リリー。ごめんね、寂しかった。そう、ちょっとならもう少し遅くなってもよかったかな。ごめんごめん、僕がいない間いい子にしていた。そうならよかった。今日は君のために新しいドレスを買ったんだ。明日には届くと思うよ。だって君に似合いそうだったんだ。淡いペールグリーンのシフォン生地でふわりと裾が広がっていて。ダメだった？大丈夫だよ。その分しっかり稼いでいるんだから。そうだね。もう少しブルローネが安全になるまでは我慢してほしいな。君が一人で退屈しないように、僕はできるだけ君のそばにいるよ。君のことは僕が守ってあげる。誰にも傷つけさせない。リリー、僕は君を失ったらきっと生きていけない。